それは冷たい凍りつくような雪の夜でした。ミミズクの兄弟が木の上で体を寄せ合って眠っていました。ねえちょっとお兄ちゃん起きてよ。ん？あれ？もう夜が明けたのか？もう朝？違うの。ほら、あれを見て。あ、星だ。すっごく明るい星だ。きっと何か特別なことがあるんだわ。一体何かしら。よし、見に行こう。うん、うん。ミミズクの兄弟はあの輝く星に向かって飛び続けました。疲れては木の枝でちょっと休み、また一生懸命飛んではちょっと休みながら。キャー！助けてー！突然強い風が吹いてきてミミズクたちを吹き飛ばしました。お兄ちゃん、私もうダメ。困ったな。よし、ここで待ってな。僕たちが行ってみてくるから。早く帰ってきてね。なに、すぐだよ。雲が切れたね。ほら、星があんなところに。きっとあそこに何かあるんだ。さあ、行くよ。ここって馬小屋でしょ？そのはずだけど、ほら、人がいる。男の人が一人と、女の人が一人、それと、赤ちゃんだ。生まれたばっかりみたい。かわいいね。ほんとだね。あ、いけない。チビのこと忘れてた。早く知らせてやんなくちゃ。お兄ちゃん、急ごう。その頃、小さいミミズクは雪の中で泣いていました。痛いよ、冷たいよ。すると、どうでしょう。こぼれた涙が寒さで凍り、綺麗な氷の花になったのです。やがて帰ってきたお兄さんたちの話を聞いて、小さいミミズクは言いました。ねえお兄ちゃん、その赤ちゃんにこの氷の花をあげたいの。いいでしょ？よし、一緒に行こう。チビ、頑張って飛ぶんだよ。サンバが馬小屋についてみると、中はとっても静か。ここから入れるよ。オッケー、入ろう。入ってみると中はとっても暖か。外の寒さが嘘のようです。ほんとかわいいな。ですよ、私の涙の氷のお花。あれ、小さいミミズクがくわえていた花はいつの間にか本当の白い花になっていたのでした。クリスマスの夜、この小さいミミズクは寂しさや冷たさを我慢した涙を赤ちゃんのイエス様にプレゼントしました。この心からのプレゼントをイエス様は喜んで受け取り、その印としてきれいな花に変えてくださったのです。皆さんはクリスマスのお祝いとしてイエス様に一体何をプレゼントしますか？